こんにちは。メンバーシップね、メンバーシップやって、確かにあの一般公開のライブ放送だと、まあ速稼塾の塾生さんも来るし、別のなんかね、それこそ、なんか政治系のテーマで来た人もいるし、なんかその、まあ、テーマはバラバラですよね。まあバラバラなのが私の放送なんですけども、でもこのメンバーシップである一つの括りを設けると、まあ割と統一感があるそのステージになるのかなと思いますよね。ただ酒飲みのやつってのは、多分お酒を飲みながらさまざまな話題で行くっていうね、統一感があるようなないようなみたいな形もいけるかなと。要するにテーマを決めるってことは、そのテーマ以外にはなかなか脱線できないっていう縛りにもなっちゃうんで、いいところと悪いところあるかなと思うんですよね。まあでもなんかそのメンバーシップをカテゴリーごとに設けるっていうのもあるのかなと思いますよね。なんかそれもなかなか面白いかなと思いますね。メンバーシップね、はい、まあ挑戦してみようかと思います、はい、ありがとうございます。